はいどうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回は、サバイバーですね。さあ、ケイトやっていきましょう。もう満員なのよ。すまんね。なんかちょっと声がした気がするが。どうかな、まあ見やすいこっちがいいな。やめてくれ。それはやめてくれ。そのタイミング、それはえぐいって、マジで。いやいやいや、やばい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 。もうこれは絶対狙っていきたいよね。これ相打ちも狙えんしな。あ、いった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 。あー、危ねえ。いや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 、やめてほしいわ。もうまあまあまあ、ちょっと見つけたら壊したいのわかるけどね。いや、りんちゃんで赤はね、誰か開けてますな。あー、やっぱ捕まったか。多分飛んでくるかな。まあそう、ジェーン・ロメロか、釣られたのは。あ、じゃあ結構近くにいたからね、危なかったね。よし、ちょっと時間稼ぎせようかな。よし、ナイス。で、ちょっと距離置いて、下まだいるね。どっちどっち？蹴った。で、蹴って、どう来る？去ったか。いや、いるか。当てたからな、ちょっとご乱心やと思うんだけど。銀ちゃんね。あそこに一つある。近場はもういないと思うんだけど。まだね、ちょっと、1釣りされてるんだけど、1個も直ってないっていうのが結構きついね。もうガンガン直していこうかな。チェイス引きつけてる間でも多分そんなっていう感じだったしね。まだ3分の1。お、回復したってこれ逃げ切ったか。こっちには来ないと。お、また違う人。オブセッションだね。チェイスしてますなぁ。ってことは、あれか。あ、近っ。やばいな。全然治ってないんだよね。あ、直してんじゃん。どうもどうも、お久しぶりです。さあ、こっちはね、ちょっとないから気をつけないとね。板が1個ね。さあ、治った。さあ、慎重にね。近くいるね。まあ治ったからそりゃいるよね。
どうだ、チェイスしてるか？全滅ついてるか。なんかちょっと息が荒いもんね。じゃあちょっと助けたね。よしよし。嘘でしょ。いやー、助けるべきだったな。ボロ隊持ってるから行った方が良かったね。お、あ、ちょっとラグいのか。下がったもんね。いやー、フェンミンちゃん、あれは辛いやろうな。あ、決死もないのかな。オブセッションついてるから、まあ、僕の決死でついたのかがどうかだね。助けた。ちょっとごめん、回すの優先するわ。あまりもちょっと数が治ってなさすぎる。左側見えたね。この上も多分まだ直してないか。おお、クロデットさん、直そう直そう。とりあえず残り2つか1つまでギリギリまで持っていきたいね。で、どうだろうな、霊障つけてたでしょ。で、全明ついてるっぽいし、あとどうかな、ノーワンあるかな。よし、あと2つ。オブセッションをかけられてないと。回復手段がない感じかな。ちょっと、お、違う人にターゲット変更か。今、味方走っていってるね。お、回復。あ、クローデットちゃん。ここと鳴らしといて、まあやっぱさっきの位置か。これ俺タスキ変えてもきついよね。味方はもう釣られてるからね。まだ心音はしない。まあ、したらしたでボロ隊発動するだけなんだけど。あ、いい回復。あ、なるほど、内なる力持ちですか。また珍しいね。さあさあ、こっちこっち。どうします、どうしちゃいます。さあ、壊しモーション入ったからね。じゃあ地下行きますかね。こっちはどういう感じかな。降りるか。よしよしよし。ね、それ壊すよね。さあ逃げよう逃げよう。さあ、なんとか振り切ったね。よし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 。もうちょい引き継げたかったけど、まあ仕方ない仕方ない。でも十分だね。パッパーンってなかなかこれ面白いのよね。お、ジェーンさん、あ、いいもん持ってますね。中直すところあったっけ。あー、地下か。
さあ、警戒しております。で、一回視線をあっち向いて、いるかな、どうだろう。あっおい、さあさあ来い来い、引きつけてあげるから。で、通れないからとりあえず壊して、よし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 、どうだろう。おおいやー危ないなー。あ、これは無理。あー無理じゃない。あー逆に引っかかる。いやまあ時間稼ぎはできたからね。さあ2箇所で直してると、まあいいかな、2箇所で流してる分にはだいぶいいね。あら、これは、あー間に合わんか。さあどうかな、回すかな、助けに来るかな。あーそんな感じね。どう？めっちゃ見てるけどねめっちゃリンちゃん見てるけど、いや、なんでなんで助けなかった。すぐボロタイ持ってます、もしかして。いや、ボロタイついてないね。やばいね、やばいやばいやばい。もうね、板も当ててるからゴリップ剣でもこれで距離離して時間稼ぐ。板はこっち側ない。はいはい、よしジェーンさんがね、ちょっと邪魔入ってくれるのが助かりますな。よっぽど釣りたいって感じだね。まあ、使うけんね。もう、使わせてもらうわ、それは。いやー、なかなかの、なかなかでしたね。奥か。両方とも離れてるね。いやー、医療キット手に入っててよかったー。あ、ノーワンでは、いや、ノーワンっていうかロッカーだったね。ロッカーかー。とりあえず、様子見ながら動いていかないとねー。ノーワン持ってるかなー。あとは味方が決死持ってるかどうかも結構でかいんだよな、差が。とりあえず開けちゃいます。ちょっと下準備だけしときたいよね。あ、できてる、準備はできてる。一回開けといて、ちょっと行こうか。ボロタイあるんで、むしろナイス。さあさあ、クロちゃんの後ろはしっかり取っていこうかな。あー、いいね、フェンミンの方向も重なってるから。あれ、ちょっと待っただよねジェーンが回復しようか。回復回復、あ、ロッカーね。いやー、どっかなー、どこ吊るす？
そこか。ああ、来ないね。もう、一釣りはしておきたいというか、持っていきたい感じだね。他、味方来るかな。多分耐えてるから、ちょっと助けいきたいな。誰かいる？いない。よしよし、じゃあ行きますか。ただクローデッドがやばそう。こっち OK だね。ああ、いたってよかったね。まあ、これでノーワンがあったらちょっときつかったけど、ノーワンじゃなかったからね、だいぶまだ救出は しやすかったね。ああ、よかった。はい。ということで、サバイバー今回ここまでですね。また次回やっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。